教会とは神の教会であり、この教会の頭は主イエス・キリスト様である。私は今から47年前に大きな主にある野望を抱いて神学校を卒業し、教会に使わされました。ところが挫折感を経験いたしました。ある時、一人で講壇の前にひざまずいて祈っていました。神様、今日は多くの教会の皆さんが集えませんでした。私の祈りが足りなかったからでしょうか。私に愛がなかったからでしょうか。私の説教が下手くそだからでしょうか。涙しながら祈っておりました。その時、聖霊様が私の心の中に優しく語りかけてくださいました。あなたの説教が上手だから人が救われるとでも思い違いをしているのですか。あなたの祈りが人を救うとでも思っているのですか。あなたの愛が人を救うとでも思っているのですか。語られたように感じました。でその時、主よ、ごめんなさい、高ぶりでした。この教会の頭はイエス様であり、この教会はイエス様の教会なんだ、優しく教えられました。私が私の教会を建てるのだとイエス様は語りかけてくださいました。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられる。新街道のために10年以上にわたって教会の皆さんで話し合ってビジョンを語り合ってきました。3つの祈りがこの新街道のために捧げられました。一つはイエス様が願われている街道を建てさせていただこう。二つ目は、私たちの力をはるかに超えた神様への信仰の街道を建てさせていただこう。そして三つ目は、街道建築を通して内なる霊的な教会を建て上げていただこう。万物は神様のものです。でもその中で教会は神様の最も大きな犠牲を持って買い取られた神様の宝物です。神の教会に仕えることに勝る喜びはありません。教会の頭はイエス様です。